お元気ですか、ボクシミでございます。今回は 2024BBM プロ野球90周年カード後編の9パック開封していきたいと思います。それでは早速開封していきたいと思います。後編の1袋目でございます。栗山、匠、外野手でございます。令和カードですね。岡本和真、内野手でございます。田中将大投手が24連勝で、楽天を初優勝日本一に輝いた時のカードでございます。張本勲外野手が3000安打を達成した時のカードでございます。福浦和也内野手でございます。で、名称カードでございます。鶴岡和人監督でございます。衣笠幸代内野手でございます。2袋目でございます。中田翔内野手でございます。掛布正幸内野手でございます。阿部慎之助捕手でございます。現在の読売ジャイアンツの監督でいらっしゃいます。星野信幸投手でございます。北海道出身でございます。リーブラザーズ名コンビですね。レオン・リー選手とで、オン・リー選手でございます。ちょっとね、ね、言いにくい名前でございますが、このリー・ブラザーズのカードでございます。工藤公康投手でございます。で、川上哲治内野手でございます。3袋目でございます。おっと、失礼しました。で、名称カードですね。水原茂監督でいらっしゃいます。で、鈴木啓司監投手でございます。で、松原誠内野手でございます。ちょっとごめんなさいね。今ね、手袋してるので、少々ね、取りにくいところがございます。少々お待ちくださいませ。松原誠、内野手でございます。で、加藤秀治、内野手でございます。衣笠幸代選手が世界記録の2215試合連続出場した時のカードでございます。で、名コンビですね。小山正明投手と村山実投手のカードでございます。で、矢沢健一内野手のカードでございますが、黄色に光っております。こちらが 200cc の限定カードとなっております。4袋目でございます。丸義弘外野手でございます。柴田勲外野手でございます。
少々お待ちください。はい、こちらでございます。で、稲尾和久投手でございます。で、小久保裕紀内野手でございます。現在の、ソフトバンクホークスの監督でいらっしゃいます。で、名コンビの ON4 のカードでございます。で、昭和カードが出ましたね。吉田義雄遊撃手のこちらね、青白サイン入りのカードでございます。こちらが、50周年のね、カードでございます。で、ムッシュでございます。柳田悠岐外野手でございます。5袋目でございます。西口文也投手でございます。令和カードでございます。柳田悠岐外野手のカードでございます。中日対、巨人で、10.8 決戦のカードでございます。王貞治内野手でございます。田中幸雄内野手でございます。堀内恒雄投手でございます。で、天覧試合で長嶋茂雄選手がサヨナラ本塁打を挙げたカードでございます。6袋目でございます。野村健次郎、内野手でございます。高橋義彦、内野手でございます。で、こちら、村田兆治投手のこれ銀箔サインカード付きでございます。これね、なんて書いてかちょっとわからないですけどね、ね、すごい、白サインカードでございます。名コンビカードですね。掛布正幸内野手&岡田彰信内野手のカードでございます。アレックス・ラミレス外野手でございます。上原浩二投手でございます。で、大杉克雄内野手でございます。7袋目でございます。で、これは名トリオですね。久保田智之投手&藤川球児投手&ジェフ・ウィリアムス投手のカードでございます。で、平成カードでございます。松井秀喜外野手のカードでございます。宮本慎也内野手でございます。で、鳥谷隆内野手でございます。で、山本浩二、外野手でございます。松中信彦内野手でございます。ダルビッシュ有投手でございます。8袋目でございます。金本智明外野手でございます。土井
失礼しました。土井正宏選手ですね。カードでございます。少々お待ちくださいね。はい。土井正宏外野手でございます。福本豊外野手でございます。三浦大輔投手でございます。現在の横浜 GNA ベイターズの監督でいらっしゃいます。石毛博道、内野手でございます。あ、ごめんなさい。席ね、出てしまいました。失礼いたしました。はい。長嶋茂雄、内野手でございます。山田哲人、内野手でございます。最後の、9パック開封していきたいと思います。田中幸雄、内野手でございます。中西太、内野手でございます。で、天覧試合で長嶋茂雄選手がサヨナラ本塁打を挙げた時のカードでございます。で、近鉄ですね。ブライアント選手の4連発で近鉄が逆転優勝した時のカードでございます。で、星野仙一。投手でございます。東証星野さんでございます。で、ブンブン丸のね、カードでございます。ニックネームですが、こちらがですね、金箔サインカード付きでございます。池山貴博内野手のカードでございます。で、最後はですね、タフィーローズ外野手でございます。はい。以上で 2024BBM プロ野球90周年カード開封動画後編9パック終わりたいと思います。ちょっと途中でね、なんか咳しそうになりますけどね、ちょっとね、そういうところがちょっとございました。大変失礼いたしました。後編の方でね、どんどん限定カードが出てきたなという感じがいたします。はい。で、あとですね、終わり頃にまたね、新作出るのかな、ちょっと私もね、わかりませんが、出たらまたやりたいと思いますので、よろしくお願いします。多分11月の頭ぐらいかなって感じでございますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。